ジャンカルロはフィレンツェでフィアットのディーラーをしながら F3、F2 を始めた。チームはフェラーリの二軍的存在。これにフェラーリエンジンが乗るのだ。とはいえ金曜日、好調のマルティニがクラッシュ。左足首を骨折した。マルティニは救助され病院へ。だが2週間後、モナコには復帰する。